ペンスキー PC3 は、ペンスキーが開発、製作したフォーミュラワンカーである。デザイナーは、ジェフ・フェリーズ。PC3 ペンスキーが、初めて製作した F1 マシン、PC1 の戦闘力不足により1975年シーズン中に、開発が行われ、最終戦のアメリカ GP に1号車、PC3 から1が登場した。全体的なスタイリングは、 スポーツカーノーズやラジエーターの配置など p c 1に代わって購入したマーチ751と似ていたがサイドポンツーン側面の傾斜やラジエーター上部に備え付けられたスパッツなど細部は異なる。ジョン・ワトソンのドライブにより予選12位を記録したが決勝は電気系統のトラブルのため PC-1 に乗り換えた。シーズンオフに2代目のシャシー、PC3 から2が製作される。 翌1976年は引き続いてワトソンがドライブ。ノンタイトルレースでの事故で PC3 から2が破損後は再び PC3 から1で出走するが南アフリカ GP で5位入賞したのみでベルギー GP 以降は新型車の PC4 が投入され役目を終えた。クラッシュした PC3 から2は修復後売却されてオランダ GP でボイハイエがドライブした。 ペンスキー PC1 が獲得。ペンスキー PC4 による18ポイントを含む。ありがとうございます。